本日のダイジェスト。これはダメだ。さあ来るぞ。はい、オッケー。とりあえず見切る。うわ、あー、バリアが、くそー。こんにちは、エグです。今日はスプラトゥーンをやっていきたいと思います。今日やっていくのは僕の2番目に好きな武器であるラピッドブラスターを使ってやっていきたいと思います。このラピッドブラスターは、まあ見ての通りこういったギアを使ってやっていくんですけれども、力を特に多くつけたギアを使うとこのラピッドブラスターというのがすごく強いんですけれども、今までこの靴に関していいギアがちょっとない状態だったんですけれども、昨日余った素材をダウニーさんに捧げたところ、一発で力、防御、力というギアパワーがつきました。これによってかなりラピッドブラスターがすごく強い構成になったかなと思ってます。メイン攻撃力2つつけて、さらにサブにも6個攻撃力がついているこのギアの組み合わせ、これで今日はガチバッチをやっていきたいと思います。はい、ガチバッチをスタートしたいと思います。今の時間のガチバッチのルールはガチホコバトルということになります。このガチホコバトルをラビットブラスターで戦っていきたいと思います。ステージはひらめが丘団地になります。ここは高低差がかなり高いステージなので、この高低差をうまく使って戦っていきたいと思います。で、このガチホコは基本的には道を作るっていうのが重要なところになりますので、おっと、まあまずは道を作りつつこの辺りに潜伏したいと思います。ラビットブラスターはスペシャルがバリアなので、まあ、ピンチになったらバリアを発動すれば意外と、お、上にいる、なんとかなる、そんな感じだ。おお、いいねいいね。じゃあそろそろ矛を持ちに行きますか。これはダメだ。よし、自陣に戻ってきたので、じゃあ今度はキルをしつつ戦っていきたいと思います。お、濡れない濡れない。おお、ここキル、あー全然当たんねえ。あー、そんな感じね。よし、今敵が矛を持ってますので矛ショットに気をつけながら戦っていきたいと思います。まだ上にいるのか。よし、はい、OK。 この辺りで一応矛を割っときます。で、持っちゃいます。はい、あ、ここだけで、ナイス。よし、おお、おお、おお、ああ、やられた。いや、全滅だ。いや、まだ1キルぐらいしかしてないですね。一応このラビットブラスターはキル武器なので、あそこか、ちょっと遠いな。よし、降りるだろう。ああ、くそ、あ、ナイス。一応カウントは38対89でこちらの方が有利ですけど、まだちょっと何とも言えない感じですかね。おっと、ここ登れる。はいはい、 OK。
方をうまく援護して、あー、はい、あー、ダメよし、あー、こっち負けてますな。さあ来るぞ。はい、 OK。 OK、 とりあえず2キル、これで時間稼いだでしょう。さあみんなどう動くか。まあとりあえずね、まずはおお、インクが、インクが、インクが、あーあー、あ、でもまだ一人残ってるからなんとかなりそう。はい、 OK、 OK、 割っとく、そしてバリアを貯める。ちょっとインクをね、どっかな、とりあえずギリギリ勝ちました。よし、じゃあこの調子で、まあちょっとあんまりキルできなかったですけど、この調子で次もやっていきたいと思います。はい、次のステージもひらめが丘団地、こちらのステージでラピッドブラスターでガチホコやっていきたいと思います。向こうはスプラッシューターが多い感じですかね。ちょっとこの武器だとどういう風に最初の動きをしたらいいかが分かりづらい感じがしますね。とりあえず、あー、奪われた。はいはい、どこどこ、ちょっと上に上がろう。 OK、 OK、 わあ、ギリギリだった。飛ばしてもらう。ビーコンのところで行きます。よし、 OKOK、 死ぬなよ死ぬなよ。ああ、当たった。まあ22対92か。ちょっと落ち着いて飛ばずに地道に塗りながら行きましょう。よし、防いだ。おー、ナイス。あー、クソ、やられた。ボール止め。よし、ここから敵が攻めてくる感じですかね。あー、ここにいるよ。ゴールドかな。ナイス。
ちょっと前線に行くか。道を作るよ。あー、ナイス。いけいけ。おお、勝ちました。いやー、多分ノックダウンで勝った感じですね。いやー、ノックアウトか。ノックアウトで勝ちました。ということで 4-4、 まあキルです。さっきから1対1っていう感じですかね。おお、これでエースに戻りましたね。じゃあもう一戦、僕の苦手なS 隊の勝ち方向をやってみたいと思います。はい、 S 隊のガチホコバトルをやっていきたいと思います。ステージはホッケ不倒になります。ホッケ不倒は直線的なステージなので、このラビットブラスターとは相性がいいステージになります。まあその代わり、ちょっとこのホコのゴール地点がなかなか難しいところになるので、はいはいはい、ああギリギリ回復しとこ。味方よ。おお、怖えな。うわ、あー、バリアが、くそー。いやー、 S 隊怖いな。まあ、もともと僕はガチヤグラが得意なんですけど、このラビットブラスターが新しいギアを手に入れてから、なんとか他のルールでも戦えるようになってきましたね。よし、よいしょ、はいはいはい、とりあえず割っとく。誰かが持ってくれればいいや。道を作りますね。これから道を作りますよ。はいはいはい、あーはーはいはいはい、やられた。あ、でもその間に行った。ナイスー。よし、このホッケはホッケかなり狭いステージなんで、あんまり飛ぶ必要はないかもしれないですね。あー、死んだ。あ、裏取りされてる。これはまずい。あー、ナイス。いやー、味方やっぱり強いですね。S 隊に来るとだいぶみんな強さのバランスが一定なので。あ、外した。おお、すげえすげえ。ああ、さすが強い。あと2分、頑張っていきましょう。ガチホコちょっと油断すると逆転されちゃいますからね。あー、やられた。とりあえず爆風のカス当たりでもいいので、それを当てていきましょう。敵に。やべ。おー、ナイス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 。あー、やられた。いやー、これはやばいぞ。ガチホコショットで気をつける。うわー、すげー味方。うわあ、ち
ちょっと油断、おいしょ、 OK、 ナイス。どこだ、ナイス。とりあえず守る方が大事だな。あー、くそ、後ろから取れた。いやー、トラップをしっかり避けていきますね、さすが。なんとじりじりと。あー、やられた。あ、ナイス、素晴らしい。 あと1カウント、頑張れ、耐えてくれ、バリアを守るぜ。おお、持った、持った、お前を守ったら勝ちか。お、勝った、素晴らしい。いや、味方強かったな。なんとかこのギアの力でギリギリ僕も活躍できてるっていうぐらいの、いや、腕前なので、この S 隊なんかなかなか勝つのは難しいですけれども、本当キルデスを考えたらよく勝てたっていう、運が良かった感じですね。それでは今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。